おはこんじるわー。いろんなアイテムが届きすぎて動画が追いつかない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回ご紹介するのはこちら、ガシャポンクエストオンライン版サンダー迷いの森の案内人編、全14種です。いや、過去の動画でオールブルーを出して大爆死だったこのオンライン版第3弾がようやっと届きました。その後にね、しっかりと追いガチャをして全種類コンプリートしております。いや、なんといってもね、このオンライン版3弾の最大の魅力といえば女騎士用の武器でございますね。実機版には獣人用の武器のみで女騎士用はございませんでした。で、今回はね、その専用武器をはじめとした様々な武器がラインナップされているということで、そちらしっかりと見ていきましょう。あとはね、獣人の女の子、これにも注目ですね。それでは、いつもの机に、レッツラゴー。はい、ということで組んでまいりました。さすが全14種、量が多い。ではまずですね、キャラクター類から順番に見ていくとしましょうか。で、その後に防具などの装着物、そして最後は武器類でいきましょう。はい、ということでまずはこちら、獣人の女の子。こちらは実機版3弾の獣人男の子と対となる存在ですね。肌は全体的に白くなり、さらにね、赤やピンクといった、まあ、いわゆるね、女の子らしい色味が増えました。こちらは獣人の男の子と並べた状態。先ほど話した肌や髪、そして洋服の色以外に洋服のデザインが違ってますね。男の子は基本的なパーカーに対して、女の子はパーカーワンピースになっております。ただこれちょっと可動が狭まるんじゃないのと思う方いると思いますが、正解です。いくらこちら軟質素材とはいえ、男の子と比べると多少可動が少なくなるのは否めません。まあ、ただ足の前後には制限があっても、スリットがあることで足を開く分には特に男の子と変わんないというのは良かったなと思います。ちなみにお顔のアイプリントとかもしっかりと男の子と女の子で差別化されてるっていうのはさすがゲーコマ。ただし実機版3弾でお話しした首の問題、これに関してはやはり男の子女の子ともに同じタイプでございました。なので少々ややこしいんですけども、獣人シリーズは首と頭部の接続は男性仕様、しかしお顔と髪の毛の接続は女性仕様ということになります。つまり頭部の付け替えは男性素体の方が自然で、髪の毛の互換性は女性のお顔のみということですね。ただ実機版3弾でもお話ししましたが、お顔に関してもね、少しこういった耳部分が干渉するので、ここは目をつぶるところかななんて思いました。こういったフェイスパーツの耳を切るのはさすがにもったいないですからね。ちなみに男性素体に関しても、全てかどうかはまだ検証できてませんが、少なくともこの1段の男の子、これに関しては獣人男の子の前側のみは使えます。まあ、あの色を塗ればね、髪型を変えれるっていうのは強みですね。まあ、あと色を塗らなくても、こういうね、前側だけちょっとこう色が明るくて後ろ側が違う髪とかも、まあアニメ的に言うとありかもしれません。まあ、実用性のほどはともかく、できることの一つとして取り上げさせていただきました。さて続きましては、女騎士ガシャポンオンライン版。こちらボディ部分の造形は実機版3だと変わりませんが、やはり一番の違いはこのポニーテールでしょうね。後ろから見るとこんな感じ。ちょっと個人的に面白かったのがこの頭部飾り、これ大きさ変わるんかって思いました。実機版3弾ではね、金庫感のように頭にがっつり巻いてましたが、こちらでは髪を束ねる道具となっております。もしかしたらそういう魔法アイテムなのかもしれませんね。あとは造形面は同じですが、洋服の色味が違っております。いや、これに関してはね、ガシャポンオンライン版回してる時も気づいた方少なかったんじゃないでしょうか。少なくともジールマンは全然気づきませんでした。そう、紫なんですね。てっきり髪型が違うだけで他は同じだと思ってたんで、本当にこれ届いた時は驚きました。それから先ほど話した頭部飾りの違い、まあ実機版とオンライン版、そもそもの細かいデザインは確かに違うんだけど、この色味は同一のアイテムなんじゃないかなと個人的には思うんですけど、どうですかね。あくまでこの女騎士的にこの色味とデザインが好きなので、ポニーテール用も作らせたっていうだけかもしれませんね。まあその辺の頭部飾りや髪型はともかく、インナーに関して言うと、特にこのブーツ部分が紫な分、ここは正直オンライン版よりも実機版の方が汎用性たかしくんだったんじゃないかなとは思いました。まあもちろんサービスとして差別化してくれるっていうのはありがたいんですけども、ここに関して言うとね、少し賛否が分かれるかもしれません。皆様はどう思うでしょうか。さてここからは身につけるものを見ていきましょう。まずはこちら、冒険者ベルトセット黒。
実機版では茶色でしたが、オンライン版では黒となっております。まあこれに関してはね、茶色でも黒でもどちらも汎用性高いので非常にありがたい一品。ちなみにこちらの腹部のベルトであったりとか、それによって取り付けることが可能なこういったポーチ類に関しては、実機版サンダーの動画、こちらでしっかりと組み方を解説しているので、よければご覧ください。動画概要欄にリンク貼っておきます。こういったポーチ以外に、アタッチメントをつけることで、様々な武器を下げることも可能になりました。そんな冒険者ベルトセット、実機版と比較すると、こんな感じ。ご覧のように基本造形は全く同じで、違うのは色のみ。あとこの実機版の方では、ポーチではなくて、剣を下げるアタッチメントを取り付けています。こういった感じで武器を携帯することができるんですね。でですね、これは僕の個人的な考えなんですけども、こういったアタッチメントをつけるんであれば、その分内側がね少し径が狭くなるので、こちらの女性のウエストにぴったりなものよりも今取り付けてるこの男性用の方が合うんじゃないかなと思いました。ちなみに男性素体や獣人素体にこの上半身のアイテムを取り付けることはできません。厳密に言うとできないことはないと思うんですけども、取り外しが不可能になったりする可能性があるので、やる場合は自己責任でお願いいたします。一方でベルトパーツは男性素体だけでなく、このように獣人素体にも付けることができるので、冒険を彩る上で有用に使っていけたらななんて思いますね。さて続いても身につける装備、陰鉄の鎧上下なんですけども、そうレガースが今ついてませんよね。これに関してちょっと問題が起きています。はい、こちらが今回ジルマも含めガシャポンオンライン版を引いた皆様に届いたレガース部分でございます。そしてこちらが冊子に載っているレガース、違いが分かりますかね。そう、なんと足首ジョイントがついてないんですよ。これはね、先ほどの冊子だけじゃなくてガシャページにもあった情報でございます。にもかかわらず実際にはついてなかったということで、これに関してはね少々問題視されております。ちなみに実機版の冊子には陰鉄の鎧の項目に最初から足首ジョイントはついておりません。にもかかわらずオンライン版にはついていたので、これを期待した人も多かったんじゃないかなと思うんですよね。まあこの問題に関しては有志の方が問い合わせているので、その回答待ちといったところでしょう。ここで誠実な対応するかどうかで、またバンダイさんの価値は少し変わってくるかななんて思いますね。まあとりあえずこの動画では女騎士の足首パーツを使うこととします。はい、ということで改めて陰鉄の鎧上下を装備した状態、あれですね、インナーやブーツに紫が加わったこと、それとこのポニーテールも相まって全体的な仕上がりが少し明るくなったような気がします。軽くぐるりと見ていきましょう。陰鉄の鎧そのものもね、なんとなく色味の違いを感じるマンなんですよね。多分ツヤ感であったりとか、あとベースの色がこのオンライン版の方がかなり濃いような気がしております。そんな陰鉄の鎧実機版との比較がこちら。そうですね、やっぱり実機版の方が少しばかり基本的な色味が明るいかなとは思います。あとはツヤの有無ですね。実機版の方はツヤがあることも相まって非常に金属感があるなーって個人的に思うんですよ。こうやって見比べるとオンライン版ってかなり黒いですよね。言ったら実機版がガンメタだとしたら、オンライン版は黒鉄色って感じですかね。あとは鎧の塗り分け、色の多さで言うとオンライン版と実機版、ここに関しては全く差はありません。どちらも基本色に加えてベルトやその金具の色がついてるだけです。実機版のこのレガース部分がね、ちょっと色が分かれたように見えるかもしれないんですけども、これに関してはね光の加減であって実際は全然色の塗り分けはございません。まあなのでこの陰鉄の鎧に関しては鎧の色味であったり、あとねこの素体との色の兼ね合い、この辺の好みによるかなと思いましたね。個人的により黒騎士っぽくするんであれば、この陰鉄の鎧オンライン版と実機版のブーツを合わせる、こうするとねかなり黒さが際立つのではないでしょうか。さあここから武器をガシガシご覧いただきましょう。まずは実機版3段であったものの色替えから。こちらは金細胞オンライン版、色味が変わるだけでだいぶ豪華に見えますね。これ個人的にはいいなと思います。なんとなくこう大金寿司からミスリルハンマーに変わったみたいな感じありますよね。すごく綺麗な色味です。で塗装もすごく細かい。ただオンライン版も実機版と同じで先端部分が選択式となっております。このいかにも金細胞の方金細胞の方っていうのはあれですけど、こちらこれかこのハンマーかを選ぶ形ですね。
まあ、なので2つ以上当たった方はこんな感じでね、金細胞の方と大金槌の方ということでそれぞれ用意するといいかもしれません。まあただそうなると結局先端部分がこうやって余っちゃうじゃんって話なんですけども、少なくともこのハンマーに関してはこの接続部分、ここを一定のところで切ってピンバイスで穴を開けて3ミリのプラ棒を刺すことで手持ちハンマーにすることが可能です。持たせてあげるとこんな感じ。じゃあこの金細胞の方はどうすんだって話なんですけども、まあ、これもこのね接続部、ここを少し切ってピンバイス穴を開けて3ミリ棒を通せば全然使えます。ただその際に短い持ち手にすると金細胞の先端部分はちょっとカッコがつかないんですよね。なので長めのプラ棒を用意してあげてください。でさらにその時に用意するプラ棒はグレーの方が当然見栄えがいいです。ただジールはね今グレーのプラ棒を切らしてるんでちょっとお見せできないんですけど、ウェーブさんから発売されております。なんだったら正規の持ち手はハンマーに譲ってしまって2つの金細胞の先端部分をプラ棒にこんな感じでつけて、なんかこう中国キャラとかが使ってそうなこういう武器にするっていうのも手なんじゃないかななんて思いました。ちなみにこちら金細胞の実機版とオンライン版を比較した状態、こうやって見るとやはりねオンライン版若干豪華に見えるんですが、塗装箇所とかに大きな違いはないんですよね。どちらもしっかりと細かく塗装されております。そして金細胞も先端部単色塗装なので、そうですね、まあパッと見る限りコスト面での大きな違いはなさそうです。ちなみにこの金細胞バージョンは説明書だとこちらのねちっちゃい取っ手がないんですけども、先ほどお見せしたようにつけたままで遊ぶことも可能です。さあさあサクサクご紹介していきましょう。続きましてはマジカルステッキ青とホーリーケイン緑、こちらは至ってシンプルな実機版の色替え品。こちらも実機版3段と比べるとこんな感じになります。まあこれは実機版より豪華とか実機版よりも極端に色が多いとかいうわけではないので、実質オンライン版のコスト調整枠といったところでしょう。マジカルステッキは実機版とほぼ同等で、ホーリーケインに関してはこの絵の部分が緑な分少しだけコストがかかってるかな、ほんの少し。さてここからはオンライン版限定武器を見ていきましょう。まずは長物その1、バルディッシュ。いやマジで長いですね。ここまで長いのはガシャポンクエスト初。こういった長物を待っていた方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。そしてこのバルディッシュは3形態に差し替えが可能。最も基本的なのはこのバルディッシュ、そして槍、そしてこの3つ目、槍と土が混ざったようなものってこれなんて言うんですかね。じゃあジールマン調べた限りはルツェルンハンマーっていうのはドイツにあったらしいんですけども、それなのかどうなのかってところですね。もしそれ以外にも有名なその槍土というかわかんないですけど、そういうものをご存知の方いたらぜひ教えてください。でですね、そんなバルディッシュなんですけども、こちらも金細胞と同じく絵の部分は1つのみです。まあなのでこういう形で3種類全てに絵をつけるってなると3つ当てなきゃいけないっていうのがなかなか厳しいところですよね。まあただこれのメリットって差し替えがいらないよっていうことであって、差し替えそのものが簡単だから特に問題はございません。まあ強いて問題を挙げるとするんであれば、このルツェルンハンマーの肉抜きですかね。これはさすがに抜きすぎ、400円かかってるのにこの肉抜きはねちょっと辛いとこですね。さすがに悲しくなってしまいます。まあそんなバルディッシュ一式、さっき言ったようにこちら先端は基本的に差し替え式なので、1種類選ぶと残りの2つが余ってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご安心ください。ハンマーも槍の先端も無加工でそのまま持つことが可能です。それこそルテルンハンマー先端部分はこうやって持ったらただのハンマーだし、槍の先端はこのように持てば区内に見立てることも可能かななんて思います。まあただ唯一このバルディッシュの先端部分に関しては無加工で持たせることができないんですけども、後ほど簡単に持たせる方法をご紹介します。さあそして長物枠最後はグレイブ。ジルマがねガチャを回した動画でめちゃくちゃ出たやつです。でもこれねすっごい長いし汎用性たかしくん、まずはグレイブの基本的な状態、この長さ約12センチあります。そしてさらにね絵の部分の造形が非常に細かい。その上こちら絵が2分割、先端部分がさらに分割できるということで3分割可能。こちらが絵の途中から外した状態、なんとこれだけで手に持つことも可能なんですね。さらにここから先端の刃の部分を外してあげる、そうすることで1ミリほどのジョイント穴がある持ち手が手に入るということなんですね。
なのでこれを利用すれば先ほどのバルディッシュ先端部分も持たせることが可能なんです。こんな感じの近接の刃物武器もかっこいいですよね。まあその代わりいつもグレイブに戻せるようにするってなると、この先っちょのねちょろりした部分が必要になっちゃうんですけども、いやもう二度とグレイブには戻さないよっていう方がいたらね、そこをちょん切ってもいいのではないでしょうか。でもってこちらはグレイブの先端部分を変えたハルバード。ここはあえて先ほどの中間部分を外してあります。別につけていても問題ございません。ちなみにこちらも結構な長さでおよそ11センチ、それこそ中間部分をつければ約12センチということで、グレイブとほぼ同じになります。いやこれもやっぱハルバードって言ったらなんかこうドワーフが持ってるみたいなイメージありますよね。まあ惜しむらくはね、ガシャポンクエストに現状ドワーフがないということなんですけども、こればっかしは動画投稿引退したら作ろうかな。ちなみにこのハルバードの先端部分も手持ちにすることが可能。いやー汎用性が高いし、こういうのができるとなかなか腐らなくて助かりますよね。まあただこちらもね、残念ながら後ろに肉抜きがあるんですけども、これくらいだったら目をつぶれないこともないかななんて思いました。さてさて、ここからは剣シリーズ。こちらはクレイモアとツバイハンダー、ありがとうございます。素晴らしい騎士剣ですよ。これぞファンタジー。いやこういうの待ってました。まずはご覧ください、このクレイモア。塗装造形どちらも素晴らしい。ロングソードと比べたらもうだいぶ後半の武器ですよこれは。そしてこちらはツバイハンダー。その名の通り2つの手ということで両手持ちするための剣です。このようにしっかりと柄が2つ分ありますよね。これによってがっちりと剣を構えるもよし、そして1つ下の矢印を出している部分、ここで両手持ちとして遠心力に任せて振るというのもありかもしれません。そんな2つの王道ファンタジー武器なんですが、これもねちょっと気になる肉抜きがあるんでご覧ください。こちら、はいこちらですね、今丸で囲っているところ、ここに肉抜きがございます。こちらは肉抜きがない方の面、全体的につるりとしてますよね。そして再び肉抜きの面、まあこれ自体はね肉抜きだから別にいいんですけども、肉抜きのこの仕方がすごく美しいんですよね。これを発見されたフォロワーさんも、これが衣装なのかどうなのかみたいなお話をされたんですけど、まさに僕もそんな感覚で、もちろんただの肉抜きではあるんでしょうけども、どうせねこんな感じでいい肉抜きするんだったら両面やればよかったんじゃないって個人的には思いました。ここまでクオリティ高いのに片面だけしかないのはね、もうすっごいなんかモヤモヤしますね。でもってお次がグレートソード、でかーい、説明不要。いや素晴らしい、これめちゃくちゃ楽しみにしてました。まあさすがにね某 FF7 の某クラウドほど大きくはないんですけども、いやこの迫力はもう十分ですね。いやせっかくなんでこの丸を出してる箇所のくぼみをピンバイスで穴開けてマテリアーナとかにしてもいいんじゃないかななんて思っちゃうほど本当にいいなと思いました。もうこういう大ぶりの剣大好物。塗装も渋いし、本当にこれに関しては何も言うことありません。最高です。でもって武装最後がこのラストハルバード。いや長物はさっき終わったって言ったやないかーいと思うかもしれませんが、まあ先ほどのね槍とかと比べるとだいぶ短いと思っているので、ジルマンの中ではこれはちょっと長物には入れておりません。さてそんなラストハルバード、こちら武器の中では唯一のオレンジ枠。オレンジは真ん中のアンコモンってとこですかね。まあただそんなオレンジ枠なだけあって、こちら素晴らしいんですよ。なんとこちら差し替えなしで稼働します。ご覧ください、このメインの刃の部分、ここが差し替えなしで動きます。グイーン、ガチーン、最高じゃありませんか。先ほどまで斧っぽかったものがこうすることでランスっぽくなる。こういうギミック大好物だし、そのギミックの要となる部分がしっかり塗装されてんのも超大好物です。そしてさらに稼働の途中で止めることで、このように鎌の形態にすることも可能です。まあただこれ厳密に言うと刃はこちら側にないので切ることはできないんですけどもね。ただやっぱね、鎌ってロマンじゃないですか。ジールマンね、大の大冒険のキルバーン大好きなんですよなのでこの形態ができるって分かった時はもうめちゃくちゃテンション上がりましたね。まあただこちら唯一の難点は接続部の径が他のグレイブとかと合わないこと。こちらおそらく2ミリ径ぐらいなんですかね。先ほどのグレイブの先端部分とかだと残念ながらめちゃくちゃガバガバなんですよ。まあ、ラストハルバードの絵と他のものが合わないのはいいんですけども、他の長い絵とこのラストハルバードが合わないことは少し残念かななんて思いました。
はい、ということで今回はガシャポンクエスト3弾オンライン版迷いの森の案内人編のご紹介および実機版3弾との比較でございました。でですね、最後にもう一個だけお伝えしたいんですけども、こちら、はい、グレイブなんですよね。これ先端部分の他にこの中間点、ここが取り外しできるっていうお話をしたんですけども、なんとこの中間点同士もつなげることが可能でございます。なので、まあ、理論的には無限に長くできますこれ個人的にねちょっと楽しくなっちゃったんでお伝えしました。いや、これいいですね。でもってその他の武装類、そして素体もすごく良かった。1段2段ときて、この3段でね、さらに関節周りもしっかりして非常に遊びやすさもアップしてますね。そして武器類も初期的なものから、こういうねクレイモアのような少し後半に入りかけたものに変わってきております。いや、それが嬉しい反面ね、なんとなくやっぱ終わりを感じるまんなわけですよ。まあ、そんな風にね終わってほしくない、寂しいと思うんであればこそね、こちら、はい、このね冊子の裏面、商品アンケートに答えて電子マネーギフトを抽選で当てようと書いてあります。このアンケート、これに答えましょう。これを読み取ってアクセスしてアンケートに答える、それこそね、もう SNS とかそういうところでぼちょぼちょとつぶやくよりも、実際にこの会社が行っているアンケートに答えるということはとても大事です。現段階でのガシャポンクエストは次の4段で終わるかもしれない。ただアンケートがたくさん来て評価が良ければ、それこそね円高とかになった時にガシャポンクエスト外伝とかガシャポンクエストモンスターズセレクションとかが出るかもしれません。そういった先々のことにつなげるためにも、皆様アンケートにお答えください。ジールマンももちろん答えます。そしてそんな一手間を加えるついでに、よろしければこの動画にも高評価、そしてチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。Twitter もとい X のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。